どうも皆さん、こんにちは。みなさみです。私のチャンネルでは生きる希望について、歌とかメッセージなど発信しているので、まだ登録してなかったらぜひ登録してください。今日話す話は、ちょっと自分の経験もちょっと混ぜながら話していきたいんですけど、本当に自分ってダメだなって思うことってよくあるんだよね。で、そういう時にもなんか、あーってなってしまったり、もう私なんてふさわしくないとか、私はダメだって本当に思うことはあるんだけど、その中で本当に神様が私に思い出させてくれることは、私自身本来ふさわしくないものなんですよ。私たち人間は神様の恵みとか愛とか受けるにふさわしい人間ではなかったんだよね。でもイエス・キリストが本当に私たちの罪を負って死んで蘇ってくださった、全ての罪を、呪いとか悪いものを負ってくれたがゆえに、私たちは本当に清められて、神様が私たちの全ての悪とか取り除いてくれて、代わりにその正義とか代わりに良いものをくださったからこそ、私たちは神様の目にふさわしい、尊い、愛されている存在となることができたのです。で、それを神様が思い起こしてくれた時に、こういうなんか自分ってダメだって思う時って、自分の弱さを見るんじゃなくて、神様の素晴らしさと神様の良さを見る、いいチャンスになると思います。そして本当に神様のすごいことは、私たちの強さも弱さもいいとこも悪いとこも全部知ってる中で愛してくれてるっていうことです。人間はなかなかそういうことできないと思うんだ。なんかたとえすごい好きな人がいたとしても、その人がなんか自分の汚いとことか見せてきた時に、やっぱりなんかあーってなっちゃうこともあるかもしれないし、逆に自分も本当に愛されたいと思って、自分の全てをさらけ出そうとしたとしても、うーんって言われることもあると思います。で、そうなるときには、自分って本当に偽って生きなきゃいけないんだと思うかもしれないけど、そうじゃなくて、本当に神様という私たちを作ってくれた存在が私たちのことを愛してくれている。どんな自分であったとしても、どんな悪いことを犯してしまったとしても、あと自分の弱さとか持ちながらも、神様は君のことを愛してる。君のために命も全て捧げた。そのように言ってくれる、またしてくれた方であるっていうことを本当に覚えていってほしいなと思います。はい、では皆さん、次の動画で会いましょう。あなたが本当に価値のある存在であることを忘れないでください。さよなら。